どうも。体調は咳だけ。熱は昨日の夜微熱で今日は下がってた。眠たい。でももう行かなければならないのだ。私は眠たい。朝の TikTok? あれ編集じゃないで、ただ切って撮ってるだけやで。読んだやつメモしてんの忘れてた。まあ、いっか。でスカイダイビング2回出てきてない。ほらほらほら2回出てきてる。伏見稲荷は2回出てきてない。あ、違う。
朝ごはんは食べました。つぶり切れてないミント、おもろ。ゴム、消しゴム、あった。めっちゃ目の前にあった消しゴム。眠たい。することないな。こう、おさげちゃうで。おさげ勘違いしてる人めっちゃ多いよな。おさげって三つ編みの答えで。ツインテール、ただの低めのツインテールでおさげっていう人が割と多いけど、おさげは三つ編みですよ。編み込みでもなく、ただの三つ編み。紐も緩い。出かけってわけでもないねんな今日は。別にお出かけほどいいもんじゃない。雨らしいな。眠たいな。あと5分か。
咳してたからさ声が出へんねん。ランキング読もうかな13位、ラベンダーさん、ありがとうございます。12位、チャーハン部入部希望さん、ありがとうございます。11位、特別警戒中さん、ありがとうございます。10位、なるにさん、ありがとうございます。9位、りっちゃんさん、あー変わったね、変わったね。13位特別警戒中さん、ありがとうございます。12位なる兄さん、ありがとうございます。11位ブロスさん、ありがとうございます。10位りっちゃんさん、ありがとうございます。9位まさきさん、ありがとうございます。8位ウレオーズさん、ありがとうございます。7位さとくんさん、ありがとうございます。6位小さな声のメロディーさん、ありがとうございます。5位まきこさん、ありがとうございます。4位かまかりさん、ありがとうございます。3位まちかぬくきとるさん、ありがとうございます。2位あらけんちゅびさん、ありがとうございます。1位だてちゃんさん、ありがとうございますありがとうございました。のんびりもしてられないんですよね。毛じゃないんだけどね。あと2分。もう一番嫌なんがさ、公演の時にこの喉だけ残ってさ、咳だけなくなるのが一番嫌。だって風邪っぽく見えへんのにさ、喉だけ痛いからさ歌われへんかってなんか売れそうで嫌やな。それやったら席のことだしか、全部治るか。買い物というかね、買い物より本当は本質があるんですよ。本質っていうかやることがあるんですよ。眠たい、寝たい。あと1分。15分や。よし。ありがとうございました。